は。こちらは太田市美術館図書館です。この図書館の日本の絵本コーナーはお話のテーマで本が並んでいるよ。絵本を探す時の目印は大きい丸いシールと小さい丸いシールだよ。どんな絵本があるのかな、みんなで見てみよう。ここはワークショップセレクション。ワークショップセレクションはこの図書館ができるときにみんなのお友達が考えてくれたテーマなんだよ。へえ。少し変わった名前が付けられているけど、絵本の題名や表紙と関係する言葉になってるんだよ。ワークショップセレクションは大きいシールが金で、小さいシールは玉は緑、サンはピンク、クンは青、チャンは赤、カンは茶色。面白い顔はオレンジ、面白い題名は黄色、表紙の迫力は水色になっているよ。どんな本があるのかな？様、殿様1年生。この本は殿様だから様になってるんだね。3. コッコさんと雨降り。この本はコッコさんだから3になったんだね。くん、しゅっぽくん、しゅっぽくんのくんだね。面白い顔、はい、チーズ。写真の話かな。ちょっと中を見てみよう。はい、チーズ。あれ？写真の話じゃないのかな？続きが気になるね。でも他の本も紹介しないと。面白い題名、ブキャブキャブー。ブキャブキャブーって面白いね。他にも面白い名前の本があるよ。表紙の迫力、関取しりとり。うわー、大きいお尻だ。びっくりしたね。
図書館。図書館だから館になってるんだね。ちゃん、だるまちゃんと雷ちゃん、この本もちょっと見てみようか。うん。だるまちゃんと雷ちゃん、雷ちゃん落ちてきた。あの緑のなんだろうね。次はどこだっけ。小さな絵本のコーナーだよ。こちらは小さな絵本のコーナー。小さな絵本のコーナーには小さいお友達から読める小さいサイズの絵本があるよ。大きいシールがピンクで、小さいシールは小さな絵本は赤、図鑑は緑になっているよ。どんな本があるのかな。小さな絵本、誰かな誰かな、子どもの友の0、1、2歳向けの絵本だよ。いろんな動物が出てくるから当てっこして遊んでみてね。カラフル、かわいい絵本だね。この本も見てみよう。カラフル、楽しく色を覚えちゃおう。ポンポン、ポンポンがパンパン、ポンポコリン。図鑑、子ども物知り図鑑。小さいお友達向けの図鑑はここにあるよ。たくさん絵本が見られたね。みんな楽しかった？また紹介するね。バイバイ。